っちゃうかも。充電確認したいから。ごめんねー。 A型だよ。7はショールームってこの時間からできるんだ。そうなんですよ。もうショールームするためにこの時間からね起きてましたよ。どうもー。なんやなんやー。なんか多分ねみんな起きてないんだろうなと思ったけど、1069人の方も1回開いてくれてる。すごいな。みんな朝多分忙しいと思うのに。今日は特に何しようこれしようみたいなのもなく、ノリで配信始めました。中さん、タンポポありがとうございます。みんなそう、ほんとお仕事早いね。でもなんかもう高校生とかの時は6時半とかに起きてた。それでもみんなの方が早いか。早いねみんな、偉いね。朝から頑張ってね、お仕事の人は。ナナは今日何しよっかな。そう、買い物したいんだけどね。買い物したいな。そう、あのね、多分動物の森が販売されちゃったら、そう、多分なの、外出ないと思うから。ずっと動物森やってそうだから、20日から外出れないって考えたら、今お買い物しといた方がいいなって。寒いな。おはよう、おはよう。そう、すごいなのも楽しみにしてんの。でも村の構図とかをさ考え直さないと。そう、今ある程度村の構図決めてるんですけど、なんかやっぱ納得いってないなと思って考え直します。村の構図を。構図っていうのかな。島の名前はもうね決まってるんですよね。あ、フォローした、ありがとう。あ、そうなの。ハリーポッターをこの期間中に全部見てるんですけど、昨日やっと見終わりました。イエーイ。おはよう、おはよう。見終わった。8作品ぐらい、8作品か、合計で。めっちゃ長かった。おはよう、おはよう。次はファン旅を見直します。見直せってか、ファン旅は一回も見たことないから初めて見る。ジョニーさん、おはよう、おはよう。ファン旅はね見たことないんですよね。そう、1作品目から見てると出演者の成長見れるからね、めっちゃいいよね。4作品目からみんな急激に成長するんですよ。ナナは4作品目のマルフォイと、マルフォイとか、てか4作品目からみんな好き。
ファンタスティックビーストだね、ファンタビは。ハリポタね、もうよかった。ジョージと誰だっけ、ジョージとスティーブだっけ誰だっけ、なんかジョージとそこら辺の人が超好き。あれ誰だったっけ、メール見たらね、あ、ジョージとフレッドだスティーブって誰だよね、でっぽいけどね。フレッド好きなな、フレッドが好きなんですよ。そう、炎のゴブレットでジョージとフレッドが挑発になるんですけど、それがめっちゃいいんですよ。見て、ほんと見てほしい、マジで。挑発はねすごいかっこよい。あとジョージとフレッドは鼻がめっちゃ高い、まあ、外人あるあるなんですけど、鼻がめっちゃ高くて良いです。おはよう、おはよう。早くユニバー行きたいな。ユニバー行って制服着て、スリザリンのいっぱい写真撮りたい。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。お土産いっぱい買って帰りたいんですよね。お腹すいた。ハリウッドのユニバはハリーポターのジェットコースター。へー、そんなのあるんだ。なんか日本にも2種類あるよね、ユニバ、ハリーポッターのやつ。ね、2種類あった気がする。ホグワーツの中のやつとホグワーツの外にあるやつ、ハグリッドの家みたいな乗り物がある。ハグリッドの家の近くみたいな。ユニバ行ってみた、めっちゃいいよユニバ、楽しい。50カウント終わった、アザース、ありがとう。ユニバ行きたい。本のハリポタ読もうと思ったけど断念した。それな、違うのな。そう、本のハリポタも読みたいんですよね。結構映画で端折られてるみたいな、どっかで見たから。そう、そう、本も見たいんだけどね。本ってなるとめっちゃ読む時間かかりそう。任天堂ワールド楽しみ。それな、なのも早くヨッシーのぬいぐるみかかぶり物欲しい。ヨッシーのかぶり物出そうだよね、楽しみ。おはようございます。おはよう。魔法使いたいな。でもだな、ハリポッターの世界で生まれてたら多分めっちゃ弱いんだろうなモブ中のモブとかになってそう。だから人間界でよかったかも。でもな、魔法の勉強だったらな、めっちゃ頑張るのになね。もっと頑張ったのに。そう、なんか中学とかはあんま勉強してなかったんですけど、多分魔法だったらめっちゃね頑張ってた気がする。フォローしました、ありがとうございます。魔法学校行きたいな。
いや、みんな起きてるもんだね。非日常感からのモチベ上がりそうね。そうだよね。ほうきに乗りたいな、ナナ。ゆっちも今起きてた？ゆっち何やってんの？ショールーム？おはよう、おはよう。あ、ツイートしてたのが早いな、ゆっち。早いな。ゆっちはちゃんと寝て起きてそうな気がするけど、ゆっちはね、ゆっちどうなんだろう。なんかしっかりしてそうに見えてしっかりしてない気もするから、寝てなさそう、ゆっち。いや、でもあれかな、起きてそうだな、やっぱ。お腹すいて起きたらし、めっちゃおもろいじゃんそれ。めっちゃ面白いじゃん。ナナは、ナナお腹すいて起きることないかな。あ、でも今日なんかハリポタ見てすぐ寝たから、なんかね、めっちゃなんか怖かった、寝るとき。違うの、なんていうの、なんか、なんだろうね、すごい怖かった。なんかお化けとかっていう恐怖じゃなくて、なんだろうね、闇みたいな怖さがあった。で、起きた時もなんか今日外に出たら危ないみたいな感じだって。今日はずっと、昨日はずっと家の中で引きこもってました。たまにあるんですよ、なんか今日はやばい気がすると思って外に出ないようにする日とか。それが昨日でしたね。虫の知らせ、いやでもね、多分ハリポタ見たからそういう気持ちになってるだけで、別に特になんもないと思う。おはよう、おはよう。今日何分ぐらいまでやろうかな。でもずっと暇なんですよね。ずっとやろうが、24時間配信しようかな。無理か、19時間配信。いや、やんないよ。絶対やんない。ごめん、嘘。やんない。多分できない。やんないし、多分、絶対見ないでしょ、みんな。絶対みんな見ない。おはよう、めっちゃ早起きなのですね。そうだよ、おはよう。そう、多分ね、話す内容がないと思う。ね、充電ね、多分まだ持ってるから、多分治ったのかも。入れ替えたら治った。そう、みんな仕事だからね、偉いね、みんな。ナナは早く公園がしてえな。おはよう、初見です。お、どうも、悩んだよ。ルームフォローします、ありがとう。うららさん、ハートありがとうございます。あ、今日ホワイトボードないです。ホワイトボード床にあるから、ちょっと書けんな、今日は。ごめんね、初見です。どうも、悩んです。ハートいっぱいありがとう。SKE 劇場デビューが南園の生誕祭でしょ。嘘じゃん、めっちゃいいな。めっちゃいいじゃん、それラッキーだね。おはよう、おはよう。めっちゃ可愛いですね、ありがとう。こんな、なんかだるい感じですけど、今日はね、朝だからいつもと
多分化粧が違うんですよね。薄いと思う。薄いし前髪もいつもと違う。あ、しかも横でくくってるから、ほらわかるかな、横でくくってるからね、見えるんですよ前から見て髪の毛が。ほらいつもと全然違うでしょ。朝配信用だねこれは、今日のお顔は。おーカートこたつ、こ合ってる、こたつさんで、こたつさん、こたつさんバラいっぱいありがとうございます、ありがとう。なんかね今日モバメ送ろうとしたんやな、なんだっけ、さっきモバメ送ろうとして何送ろうか忘れちゃった。前髪伸ばすって言ってたけど前髪伸ばすのやめた。切っちゃった。後ろの髪の毛は伸ばしますっていうか、成人式までとかじゃなくて永遠伸ばします。髪長い方がステージで見栄えが良いということに気づいてしまったので伸ばします。山地さんハートありがとうございます。パチパチパチ。今日ね片手が塞がってるんですよね。朝5時に書くとどれぐらいに届くの？8時ぐらい。ナナが5時に起きておはようって送ったらいつも8時に届いてるらしいです。山地さんハートいっぱいありがとう。さあみんなお仕事頑張れ。学生の人は学校頑張れ。何もないって人は一緒にショールーム見ましょう。5時に起きてるの。最近なの早起きなんですよね。グッドモーニング、おはよう。おはようございます、おはよう。How are you? I'm fine, thank you, and you? あれ、違う。あ、合ってるよね。合ってる？スマブラいいな、やりてえな。I'm great! おー！ Yes, yes, yes! I'm fine! あれ？ I'm fine って一緒って意味だったっけ？なんだね、中学、小学校かな？小学校かな？の時ちょっと英語習ってたの。ちょっとね。あ、me too だ。I'm great, me too. Great ってどういう意味？普通？普通？普通ってことかな。おはよう、おはなんかさ、Me too とかさ、そこら辺の言葉って女子中学生とか高校生がさ LINE とかで打つじゃん、 Me too みたいな。でそれが広まりすぎてなんか Me too、 Me too が英語と思わんようになってるみたいな。わかる？伝わるかな？おはよう、初見です、どうもなあやんです、フォローありがとう。いいね、なな。英語はね、本当はわかんないんですよね。英語と数学がダメ？ダメだった気がする。理科はめっちゃ得意だったの。理科と国語がめっちゃ得意でした。
難しいな、授業受けたいな。あと体育がめっちゃ嫌いでしたね、ナナ。でも国語と理科が好きで、数学と英語が苦手って、なんか文系でも理系でもないみたいな。ね、文系でもないし、理系でもないし、どっちだ？何の教科があったか忘れちゃったな。体育はね、苦手だったんですよね。なんか運動神経がめちゃめちゃ悪くて、シャトランとか13回ぐらい。13は嘘だな。いけても、でも30ぐらいで終わってた、シャトラン。なんかすごい体力がなくて、 50m 走とかも10秒とか11秒とかかかってた気がする。シャトルランかな。レベル1、ドゥルルン、テン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 ドゥーンのやつ、知らない？みんな知ってると思うんだけどな、これ。え、懐かしいね。知ってるよね。そうなの、すっごいこれ嫌だった。なんか7が一番終わるの早いんだよね、いつもシャトラン。水泳も嫌いでした。水泳はでも29メートルぐらいは泳げた。そう、32メートルとか。なんかギリギリ折り返し地点みたいのはいけるの。でも折り返し地点してすぐに立っちゃう。昔 SKE の番組でも、ふー、そんなのあったら絶対やだな、なな。やだ、運動神経悪いのあんまバレたくない。おはよう、おはよう。いや、眠くなってきたな。でもね、今日はずっと起きてて、ずっと起きてて、なんていうの、生活習慣を直そうとしてるから、だから今日は頑張って起きます。トゥ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 、あ、だからめっちゃ話変わるんですけど、ドゥルットゥットゥみたいな、公園とか通ったらよく鳴ってる音って、あれ鳩だったんですね。うらうらさん、かわいい、ありがとうございます。なんや、おはよう、おはよう。そう、朝によく聞くやつ、あれって鳥だったんですね。鳩か。あれ、小学校の時からなんだろうって思ってて。ポポポポポみたいなやつ。それそれ。そう、それが、いや、結構友達に言っても、
なんか、え、わかんないみたいな言われてて、当時は。で、なんだろうなと思って、じゃあ、ハトだったらしいですわ。よいしょ。前髪伸びたな、切ろうかな、ちょっと長いよね。おはです、おは。うらうらさん、音符いっぱいありがとう。100円がしたいな。青ががしたい。休憩でやんないかな。また昇格した子も合わせてもう一回やりたい。あと握手会が全然ないからやりたい。もうだって1ヶ月ぐらい会ってないよね、みんなと。これは楽しいですか？楽しいね。鉄菜も出たいな。でもやってて楽しいなってなるのは全部楽しいけど、一番なんか、なんだろう、好きな曲とかが多いのは K2 さんの「最終ベルが鳴る公演」が一番好きな曲が多いから。テンション上がる。青川キュウキがいっぱいいるからテンションが上がる。鉄菜は楽しい曲がいっぱいあるからテンションが上がる。なんか上がり具合が全部別なんですよね、公演によって。公演やりてえなあ。握手会もね、いつ始まるんだろうね。 SKE のおはー、おはよう。てか最近冷やしたい焼き食べてないのな。なんで食べなくなった？ SKE の握手会ないからか。そっか、だから、え、 SKE の握手会がないから冷やしたい焼き食べてないこと。座るの疲れてきた。まだ帰るの？帰るのでは？わかんないけど、いつも SKE の握手会に来てくださってるイメージがある冷やしたい焼きさんは。来ないかな、次から。なんか前髪やっぱおかしくね。これじゃん、いつものナナこれじゃん、これじゃん、いつものナナ。でもね、なんか何にもない日にここで分けちゃったら、なんかそこだけ薄くなるってなんか聞いて、それからなんかずっとね、休みの日は分け目変えてるんですよね。ずっと同じ分け目でいたらそこだけ薄くなっちゃうらしい。劇場でも売ってた。あ、それな、そうだそうだ、もう売らなくなっちゃったのかな。食べた冷やしたい焼き。冷やしたい焼き知らないって方はぜひ調べて、相模さんの冷やしたい焼きめっちゃ美味しい。本当世界が変わるってぐらい美味しい。なんかでも食べる時間っていうか解凍した時間で結構美味しさ変わるんだけど、
めっちゃ美味しい坂道さんの冷やしたい焼き。ほんと食べた方がいいよ宣伝とかじゃなくて、そうとね、食べた方がいい。7はあんこの方が好き。クリームとあんこの2種類なんですけど、あんこの方が7は好きです。あれの生クリームが入ってるんですけど、生クリームだけのバージョンとか出してほしい。そう、なんかね、あの中に入ってる生クリームがめっちゃ好きなんですよね。美味しい。食べてな。全然食べてない気がする。てか相模さんの店舗に行きたい。名古屋にあるらしいから行ってみたいな。うどんとかあるらしい。うどんが食べたいな。なな寒いな。眠くなってきた。そう、名古屋コーチンって何なの？お肉？名古屋コーチンってなんか聞いたことあるけど知らないんだよね、どんなのか。鶏？あ、そうなんだ。へー。名古屋来てから手羽先を食べたな。みんなと手羽先食べました、この前。鶏の種類なんだ。ののさんのキャッチフレーズ、あー、だから聞いたことあるの。名古屋コーチ眠い眠い。いやでもね、あのな、今日は生活リズムを直すために寝ないって決めたから。で本当にね、直さないとね、今やばいの本当。起きたらもうお店が閉まってるぐらいの時間に起きちゃうんですよ、いつも。だからやばいなと思って、だから今日は21時ぐらいに寝て朝の8時ぐらいに起きてっていうのをちゃんとします。生活リズムを整えます。そう、このね、生活リズムはね、公演とか握手会が始まるよってなったら多分やばいから直す11時間寝れる。そう、ナナは絶対8時間寝ないとダメな人だから、8時間寝て3時間ゴロゴロしてから起きる。そう、ナナね、あと1時間ぐらい寝ようと思って寝ちゃったら、何も用事がなかったらずっと寝ちゃうんですよ。そう、アラームは1時間後に設定したとしても、いや、やっぱ眠いなと思って二度寝しちゃうんですよね。うららさん、だるまありがとうございます。おはようございます。おはよう。今日めっちゃなんか髪型ヘルメットみたいじゃない。おはようございます。おはよう。お、なんかみんな起きてきたぞ。みんなおはよう。すげえ、もう2809人の人が起きてる。まだ起きてるか、もう起きてるかのどっちだよね。今から準備しなきゃ。頑張ってね。
頑張ってね、お仕事。眠い。おはよう、おはよう。通知が来たから嘘でしょ。なな、配信始めた時すぐ通知来たよ。本当？今来た。おはよう、おはよう。嘘でしょ。ショールーム最近通知遅いよね、本当。夜勤終わり、お疲れ。大変だね。カラス鳴いてるやんか。へえ、そんな朝早いんだ。カラス飼いたいな。赤ちゃんの時から世話したらなんかカラスでも懐いてくれるらしい。頭いいからな、カラスね。そうだよね。多分7より頭良さそう。いやー疲れた。なんか寝転んでショールームしたいな。ずっと座ってるとね、ずっと座ってると足が痛い。カラス餌が大変そう。何でも食べるくない？カラスって。カラスって何食べるんだろう。鳩の鳥の餌とかで良さそう。 MK 口さん、ハートありがとうございます。足がね、ずっと正座してたから今伸ばしてます。添い寝配信みたいな。なんかショールームでラジオしたいけど、ラジオってしちゃダメだから、ラジオでやりたいんだよね。ナナラジオダメらしいんですよ。眠てー。あ、そう、ツイキャスとかやりたい。前髪切っちゃいですね。おっ、わかりました？切ったんですよ。2ミリぐらい。顔が見れた方がいい。いや、それはそうなんですけど、顔出しで、まあ3日おきに配信するとしたら、ラジオだったら毎日配信できるんですよ。なんか、わかるかな？ラジオって顔を出し、しないでもいいから、お風呂入った後とかでも配信できるからめっちゃ楽なんですよね。ってなったら毎日配信できる。寝転んでやってる人結構いらっしゃいますよね。でもね、寝転んだら寝転んだで体勢が辛いと思うんですよ。眠ってー。すっぴんでやってる人もいるよ。いいね、いいね、いいね。ナナはすっぴんではやらないです。でもラジオもラジオで楽しくない？だってさ、スマホ操作しながらさ見れるんですよ。なんていうの、ホームボタンを押してもショールームって音声流れるじゃないですか。バックグラウンド再生みたいな。夢で組むエッソーキスミーさん、どうもありがとうございます。そうそう、顔出しだったら常にね顔気にしちゃいしないといけないんで。そうなんだよ。だからインスタライブはあれできなくない？バックグラウンド再生。だからツイキャスかショールームか。そう、ショールームかで。チョレゲサラダいいな、食べてえな。
キュウリが食べたいですね。まずは三脚とかスマホスタンドで楽するとか。今三脚スマホスタンドか、スマホスタンドを使ってます。楽ですね、スマホスタンドあったら。松村さんがやってた皿洗い配信とか、あーそういうこと？ラジオにしてお皿洗うってこと？でもなな、洗うお皿がないからな、それはちょっとできないな。おはようございます。おはよう。眠。きゅうりプラスごま油プラスタバスコ。なんだね、ごま油あんま好きじゃないし、タバスコもあんま好きじゃないんですよね。なんだ、なんだっけ、サムギョプサル食べに行った時もうごま油じゃなくてポン酢つけてました。自炊したことないです。自炊しないですね。来たよ、こんにちは。おはようか。おはよう。片手使えないって言ってたからスタンド、あーそう、なんかねスタンドを押さえてる。そう、スマホを押さえてます。6時まで、今46分か。特に決めてない今日は。なんか適当にあの書いてる通りのんびり配信だから、のんびり配信だから特に面白いことも言わず淡々とおはようみたいなノリで配信します。朝食はいつも何時に食べてますか？朝食食べないですね。なな、昼ご飯、夕方ご飯と夜ご飯だけ食べてます。フレンドリーでいいね。どうも。のんびり、のんびり配信ですね。夕方なのでね、朝食べないんですよね。朝食べないな、なな。公園ある日は、あでも公園ある日も17時とかそこら辺に食べるから、夕方っちゃ夕方か。ななみさんは関西の人なのね。そうだよ、大阪出身です。起きたからそこまでお腹空かないの。早起きっていうかちゃんと、いや結構なな起きるの遅いからね。起きるのがお昼だから、朝ごはんいらないですよね。シナモンのお菓子がセブンで出てるよ。なんやと、買いに行かなくては。いいね。よいしょ。今日は何時まで走っしょっかな。なんか今日は会話が尽きない限り配信する配信でいいや。チョコレート菓子増え、どういうやつ、固形のやつ、ね、辛いの得意、好きじゃない、甘いのがいい。甘いのはめっちゃ好きです。これがおすすめで、一生話題振り続けるので永遠に配信してください。いやマジで本当にあの会話があったらさ永遠続けるから、じゃあちょうだいよ。
なんかリプトンの普通のミルクティーにガムシロ1本入れるぐらい甘いのが好きです。ピアスは左耳だけですか？右も開いてます。あ、雪見大福のパンケーキ味ちょっと気になってたんですよね。あれ、いや、美味しいのかなと思って気になってて結局買ってない。美味しいんだ。練乳は好きだけど、あの単体では食べない。かき氷につけるのが好き。あ、かき氷食べたいな。ガリガリ君の卵焼き味は、なんか棒付けのアイス食べれないんですよね。お仕事行ってきます。頑張れ、いってらっしゃい。シャリシャリのアイスバリ苦手です。じゃあかき氷も苦手ってこと？チョコレートフォンデ初めて体験した。いいなぁ。チョコレートフォンデなんかでやったことあるな。なんだったっけ。いや、かき氷はあれが好き。ミスド。ミスドのふわふわのアイスが美味しいよ。タピオカのブームって終わったんですかね。さあ、ナナはでもたまに飲むけどね。スイパラの食べ放題。あ、スイパラの食べ放題でチョコフォンデあるんだ。スイパラ行きたいな。なんかスイパラのデザートよりスイパラってパスタの方が好きなんだよね。おはよう、おはよう。タピオカの、なんだ、タピオカもともとあんま好きじゃないんですよね。ブームに、ブーム時の時も好きなんだけど2倍にするほど好きじゃないみたいな感じ。タピオカ好きだけど、なんかさ、SKN の先輩とかよくさ、タピオカ5倍とかマックスとかにしてたけど、なんかジュースの方が好きなんですよね。なんかタピオカでしか飲めないお茶系ってあるじゃないですか。キャラメルミルクとかそういうのは楽しんでます。スイパラ行きたいな。スイパラってでも何かとコラボしてないと行く機会あんまない。なんかアニメとコラボしてて、それが欲しくて行くみたいな、じゃないと行かないかな。さ、最後に行ったの高一とかその辺な気がする。あ、そう、黒糖ミルクとかその辺だね。それが美味しい。寒、なんでこんな寒、あったかくなんないの。なんか食べ放題に行きたいな。キャラメルマキアート、うわいいな。てかスタバの新作飲みたい。スコッチみたいな、なんとかスコッチみたいな、あれ飲みたい。美味しいのかな。仕事行けます、頑張って。朝からあったかくなるらしいよ。嬉しい。それ50万円完了、ありがとう。吉川さん、かわいい、ありがとうございます。
バタースコッチ、めっちゃ美味しそうじゃん。美味しかった。じゃあ飲みたいな。まだ飲んでないんですよね。下にコーヒーゼリー、なんかコーヒーゼリー抜きで頼みたい。眠っ。今日誰か遊びに来ないかな。最近暇なんですよ。もう映画も見終わっちゃったし、やることないんですよね。動物の森の発売日まで。ミッドサマーとはドラマ？なんか聞いたことある。スマブラはね、Wii でしかやったことないな。上映中の映画、冬すごい。呼べば誰かしら来そう。アヤとか来そうだな。どんもり、どんもりまで待てないな、ナナ。仮面レッド聞いたことあるかも。あれじゃないですか。あれだよね、今の映画だよね。映画でやってるやつですよね、今。なんか映画あんま見に行かないんですよね。なんか見に行きたいなーって思っていつも終わってる。そう、見に行きたいなーと思うけど上映期間終わってるみたいな。おはようございます。おはよう。なんかあれ見たかったの、ジョーカー。友達がめっちゃおすすめしてて、ジョーカー見たかったんだけど終わっちゃってた。見たかったな。なんかでももう一回再開するみたいな噂で聞いたんだけど、そう、なんかどっかで見たんだよね。もう一回ジョーカーやっちゃうよみたいなジョーカー流しちゃいみたいな、どっかで見たんだけど、なんかそんなのがやってないっぽい今。準備します。またねー。最後映画見に行ったのあれだな、恋なんとか物語みたいな。友達に連れて行かれた。おはよう。おはよう。何物語だ、恋物語だっけ、恋愛のやつ。オタ恋じゃないんだよね。なんとか物語、恋物語で合ってるかな。化け物語はアニメ。なんだっけな、恋愛漫画なんだけど元。それは友達に連れて行かれてみたのと、あ違う、ナナ最後行ったのなんだよ。それかな、ミニオン見に行ったっけな。あれでもめっちゃ昔もう映画館行ったの。最近はね見に行ってないな。6時だよ、あざす。おはよう。お、3704人の人。あ、俺物語それだ。よくわかったね。いやすげえ調べてきたありがとう。俺物語、そう、俺物語多分最後かな。
俺物語だっけな最後。でもなんかミニオンも連れて行かれたってか、映画なら自分から見に行こうっていうものなくて、全部友達に連れて行かれたのしか見てない。今はユーリンオアイスの映画待ち。違う、配給かな最後見に行ったの。配給のアニメの総編みたいなやつは一人で見に行った、朝の8時ぐらいに。おはようさん、おはよう。映画はね、チュロス食べるために行けます。おはよう。あーや、絶対あれじゃん。あーや、おはよう、おはようじゃない説みたいな。おはよう、あーや。あーやもショールームしようよ。朝8時から映画館は友達と遊ぶ予定があった前に行ったんだ。ジョーカー大阪は結構やってるけど愛知はしてない。あ、そうなんだね。やっぱ大阪ですね。大阪に行かないと。6時2分だ。1時間配信してんじゃん。すげえ。いつ会話が尽きるのかな。ねえ、早起きでしょ。おはようございます。おはよう。お話ししよう、しようよ。今日はナナは会話が尽きたらショールーム終わっちゃいだから、あーやいっぱい話そう。おはよう、おはよう。今日は何するんですか。今日は何もすることない。生活リズムを戻そうと思って配信。今日は寝ないです。無理だよ、無理無理無理。いやでもさ、いやほんと最近さやばいから、マジでやばいから頑張る。動物の森の発売日までには戻したいんだよね。ナエと生活リズム一緒やばいじゃん。あーやも一緒に配信しようよ。生活リズム戻す配信。いや今ね結構ねやばいんですよね。どんもりってまだ生活リズム崩れちゃい。え、どんもり発売したら多分寝ないから戻りそう、生活リズム。今夜でしょね。あやももしかして寝てない説。おはよう、おはよう。そう、いやでもねしょうがないよね今は。うん、今はしょうがないと思う。みんなおはよう、おはよう。ななみちゃん、ななみちゃんです。え、でもどうなんだ、どうもり発売したらまた狂っちゃうのかな生活リズム。
はよう。リセットさんに怒られる。なんか今回リセットさんあれでしょ、いない説みたいな、なんかなんだっけ、飛び盛りからリセットさんさいなかったよね。いた、なんかリセットさんを呼んだら怒ってくれるみたいな、だから自分で呼ばないとリセットさん来ない方式。あ、むしろカブトムシ取るからとかで早く、あ、いいね。おはよう、朝もかわいい、ありがとう。夜中にたぬき地商店の前のスコップ立てたら、あ、それあれじゃない、動物の森 E プラスとかの時だよね。集まれ、集まれじゃない、なんだっけ、ようこそ、おいでよ、おいでよ、動物の森の一個前、ゲームキューブ、それだ、ゲームキューブ時代のやつだ。それだけやってないんだよね、ゲームキューブだけ。おいでよ、ゲームキューブ、おいでよ、街行こうよ、飛び出せ、集まれだ。でもあれだね、なスプラトゥーンもずっと朝の5時ぐらいまでやってたから、多分狂っちゃうんだろうな。また DS のはね楽しかったね。そう、ゲームキューブ以外全部やってる。スプラトゥーンは何使ってたの？北斎とスプラローラ、集まれメイドインワリオ、うわ懐かしい。メイドインワリオは知ってるぞ。スプラトゥーンで、そう、あのでも夜中過ぎたら外国サーバーとつながるで、めっちゃ偏見なんだけど外国サーバーってちょっと弱いんですよね。弱いというか初心者が多いからね。斉藤さん、トートありがとうございます。あ、今日ごめん、ホワイトボードないのっていうのをあれ定期的に言おうと思って忘れてた。あや、ツイッターにリンク貼ってくれた。嘘、ツイッター見れないんだよな。どういうこと、ナナのを貼ってくれたってこと。前髪変えましたか？これセット2セットのやつですね。カーボンローラーは使わない。あれマコピがカーボンローラー使ってた。てかカーボン普通に使える人すごいと思うんだけど、あれむずくね、全然ね、キルができないカーボンローラーは。おはよう、おはよう。吉川さん、タンポポありがとうございます。おはよう、おはよう。リンク受ける、嘘、見て、ありがとう、あや。じゃカーボンマジでやばい、ほんと上手い人は上手いと思うよ。いやでもなのは無理。ケアハッピーさん、バラありがとうございます。うまい。水族館に行きたいなと思ってるんですけど、やってないんですよね今。カニ見てえな。おはようございます。おはよう。水族館行きたいよね、行きたい、それなっていうのをね今日ずっと言ってるんですよね。でもやってないらしいよ今。エイミで、わー、分かるっちゃ分かる。あれなの、あれがいい、ヘビじゃなくてサメ、サメ見たい。カニ道楽行けばお金があったら行きます。
はようございます。おはよう。いや、カニはね、見たいし食べたいし素晴らしい。熱帯魚みたい。あ、いいね、綺麗だね。おはのんびり、やっほー。ハンマーヘッドは嫌い。ホジロザメが好き。ペンギンはね、好きなんだけど、なんか違うな。あ、シャチ。シャチがいい。ぬいぐるみで一番欲しいのはシャチ。あれ。水族館の中で。え、水族館行きたいな。行きたいな、行きたいな。マグロは食べる方が好き。見た目がね、好きなのはカニとサメとシャチとクラゲ。クラゲが好き。マンタ。マンタはエイと一緒。カニがやっぱでも一番見たいかな。カニですね。あ、イワシの大群もあり。うわ、行きたい、行きたいな。早くやってくんないかな。クラゲの水族館、めっちゃいいじゃん。なんか聞いたことある。でもそれ、マンボウ。マンボウはね、かわいいよね。みなみちゃん、ハートありがとう。香川か。何、どこ。そこは、そこはでかい。でかいの。カニがいるところがいいな。めちゃくちゃでかい。香川って近い。あ、うどんもあるじゃん、いいね。あ、いいね、ありありあり。みなめちゃんハートいっぱいありがとう。隠れ熊の実も好き。にもだよね。香川は新しくできたこと。めっちゃ綺麗じゃん。あ、四国めっちゃ遠いじゃん。あれだよね、船越えないといけなくね。四国ってなんか海に囲まれてるから行けなさそう。四国と名古屋って遠く、嘘だ、遠くない？なんか島が違うよ。おはよう、おはよう。あれ、違うくね。めっちゃ遠いと思ってた。岡山から電話、名古屋から大阪の先。あ、電車でも行けるんだ。わかんない、わかんない。橋がかかってる。へえ、すごいね、橋かけた人。でも大阪って50分とかで行けるじゃん。ってことは1時間半ぐらい。名古屋から岡山から香川。あー、乗り換えか。もうちょいかかる。1時間50分ぐらいかな。おはよう、おはよう。え、名古屋のさ、名古屋の水族館は小さいの？でも名古屋めっちゃ口コミ良かったよ。今日調べてたんだよね。そう、本当今日行こうと思って。いや、でも、あ、閉まってんなと思ってやめちゃった。そう、どうしてもね、もう暇すぎて行きたくて、もう一人でも行こうと思って。ねえ、名古屋港水族館、それめちゃめちゃ調べてた。そう、何も調べててやってないみたいな。そう、その近くのなんかララポートみたいなところに、そう、あのマルフォイの服買いに行きたくて、そのついでで行こうと思ったらやってなかった。名古屋港か、ごめん、名古屋湾って言ってた。名古屋港
そう、名古屋港水族館あれ結構でかくね、めっちゃ口コミみたいな星がいっぱいついてた。いや行きたいな。魚っていいよね。一回泳いでみたいな海で。さやかちゃんも行きたいって言ってた。さやかちゃん。いやでもなんか遠いとこ行けないんだよね。近いとこがいい。おはよう、おはようございます。そう、さやかちゃんね、さやかちゃん動物とか全般好きだよね。爬虫類はねちょっと苦手なんですよね。だからちょっと一緒に行けないな。そうそう、虫もね苦手なんですよ。あの推しの好きなものは好きにならないといけないというあれでちょっと頑張ります。リュウチジマさやかちゃん、そう、あ、フクロウカフェあり、フクロウカフェありだな。え、でもナナは先に水族館に行きたい。ウサギはいいかな。ウサギは大丈夫。ナナ猫かフクロウか。猫だな、猫がいい。それかハムスター、ハムスターがいっぱいいるとこがいい。キュウキ猫飼ってる子多いね。ナナが知ってるので4人いるもん。4人だよね。えナナもウニ推しだよ。推しかぶり。おはよう、おはよう。ウニ推しですね。誰だっけ。おはよう、おはよう。マコピー、さやかちゃん、あおうみ、かえにゃん、4人。いや、ウニかわいいよね。あ、あおうみの猫もかわいい。さきみたいな、誰だっけ。二文字の名前。あおうみの猫、ユキだそれだ、ユキ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 ちゃんかわいい。生誕祭行ったよ、本当ありがとう。でユキちゃんはめっちゃ甘え、ずっと青海の肩にいるイメージ。ウニちゃんはチュール、さやかちゃんはたまに映る、カイニャンはいっぱいっていうイメージ。さやかちゃんハッピーだっけ。昨日のあやの生誕祭見ました、本当ありがとうございます。嬉しい、また会いに来てね。いくらパイセンはスマクより年上。はい、いくらって言うんだっけ。あれ、あ、いくらもマコピ2匹飼ってるんだっけ。可愛かったです、本当ありがとう。カイニャンの見たことあるよ、猫さん。
あ、フォローさんありがとう。猫ね、猫いいよね。猫良いですよね。なのもね、猫かハムスターか超大きい犬飼いたい。チュールの味気になるね。それのあんだけ猫がさ好きになるってすごいよね。マグロ？マグロとかなんじゃないかな、知らないけど。すごいよね、あんな猫がさいっぱい食べるの。ラブラドールがいい。毛いっぱいついてるやつ。あ、ゴールデンレトリバーか。ゴールデンレトリバーもありだね。チュールって味いっぱいあるんだ、すげえ。いやでもやっぱなんだ、猫がいいな。猫派なんですよ実は。でも多分養えるお金がないからちょっと今はダメだな。おお、外明るくなってきた。良いね。いや眠い眠い。何時までやるんだろう。どこでもいいから行こう、水族館がいい。いちご飴、いちご飴なら先に買って食べてみたい。なんか食べれるかどうか試してみないと。でもいちご飴ってなんかむずいんでしょ作るの。食べたことない。なんか苦手意識みたいな。フルーツが、そうフルーツが好きじゃないけど、なんかいちご飴は食べてみたい。あ、そう前ココナに LINE したらいちご飴作ってるって言ってた。絶対嘘だろうって思ったけど本当だったんだ。いちごは食べれるの？え、食べれるっちゃ食べれる。てかフルーツ全般食べれるっちゃ食べれるけど、あんま食べない。好んで食べない。フルーツ、スイカは好き。コナさんショールームで食べてた。それ見たいな。ももたんがいちご狩りしてたのは見た。水族館2時間半ぐらいかかるんだね。いけないな。ありがとう調べてくれて。はやきゃ、おはようございます。おはよう。一回、いやでも今日は寝ちゃダメな日。お、え、何？寝ちゃダメな日だからどうしようかな。いやでも生活リズム戻すって決めたから。いや、ももたんの農園はね、片付けの方がめんどくさそう。あとあの量を食べれない。ナナはいちご、おはよう。おはよう。
フルーツ、あ、みかんの缶詰は食べれるな、アナナ。家族で食べたみたい。あ、いいね、いいね。一緒に住んでたらそういうのできるよね。あ、フルーツポンチあり。白玉入ってるやつだよね。わ、フルーツポンチあれじゃん、家庭科の授業でめっちゃ作ったわ、アナナ。なんかサイダー入れるやつ、サイダーオアオレンジジュースみたいなやつ。うわ、懐かしい。おはよう、おはよう。桃は苦手。サイダーにメントス入れて、あ、わーい。あ、いいね、いいね、いいですね。ちゃんとでかいボール買わないと。1年前からやろうって言ったら決めちゃった。いいね、あやんちでやろうね。あやんちの部屋の真ん中で。ナナの家ダメだよ、そういうの NG だから。ナナんち、あやの家。えなまるめっちゃ被害じゃん、かわいそう。勝手に決められて、えなまるんちで大惨劇、大惨事、すごいことになりそう。えなまるかわいそう。でもでかいボール持っていったらいけそう。やばいと思ったらあれ蓋閉めたらいいじゃん。ゆっちの家なら、でゆっちの家そういうの NG っぽそう。なんか怒られそう。お風呂場でやったやつって食べたくなくない？なんか違うくない？お風呂場でやってそれを部屋に持ってきて食べる、いや、なんか違うな。なんかしたいな、みんなで。最近全然会ってないからさ、キューキと。そう、キューキと会ってないんだよね。行きたいな、みんなと遊びたい。なんかしたいな。お鍋、あー鍋、あー鍋ありだな。タコパ、タコパか。あー、チーズとか入れたらうまそう。あ、タコパか、ありっちゃありですね。でもなんかたこ焼き器持ってる人少なそう。てか、なんかたこ焼きを自分で作れるお店とかに行った方が早そう。そうなのね、たこ苦手なんですよね。た
こ焼き器は多分実家にはあるだろうけど、今のナナのお家にあるわけがない。包丁もないのにたこ焼き器あったらやばい。あ、もちチーズいいね。ナナイカも苦手です。イカパーティーやってたら逃げる。いっぱいケーキ来ないかな。ショールームにみんな来ないかな。起きてないかな。マコピとか来ないかな。9期集合ショールーム。やば、外明るい。LINE しちゃい。グループラインで呼びかけよう。めっちゃあれだな、めっちゃ迷惑じゃね、こんな朝早い時間に LINE の通知で多分みんな起こした。ブラウロさん働いてございます。あ、でもももたんがもうちょっとで配信するらしいから、配信する前に来ねえかな。ゆっちは今頃寝てそう。二度寝してそう。結構だ、ツイートしたの1時間前ぐらいじゃない、ゆっちって。まあ寝転んで配信したいな。ケーキ来ないかな。水族館行きたい。いや別にめっちゃ眠いとかではないんですけど、もう我慢できないぐらい眠いみたいのはない。壁にもたれかかってる。そうなの、今壁にもたれかかってるんですよね。ツイッター予約投稿できる。あ、そうなんだ、知らんかった。そんな機能が追加されてるんだ。もうこんにちは、こんにちは、おはようだよ。おはよう。朝ごはん食べましたか？食べてない。朝ごはんは食べない派です。夜ごはんはさっき食べました。何食べちゃいしちゃいした、何食べちゃいしちゃいしたんですか。なん3時ぐらいに何食べたっけ、あのセブンにあるハムチーズの入ってるレンジでチンする縦長の皮みたいのに挟まる、あ、ブリトー、それだ、ブリトー食べました。あれめっちゃ美味しい。ブリトめっちゃ好き。一緒ですね。お、あやも同じ生活ですね。おはようございます。おはよう。ブリトチーズタッカルビのブリト、へえ、そんなのあるんだ。
いつもハムチーズとかのやつだから。トッポギ食べてえな、チーズトッポギ。おはよう。みんな詳しい、それな。みんなコンビニ大好きだから。うわ眠って、なべかずさんハートありがとうございます。おはよう、おはよう。最近チーズトッポギめっちゃハマってるんですよ。週中ぐらいでコンビニ行きますので、素晴らしいコンビニラーですね。カンジャンケジャン、あ、聞いたことある。それ何の食べたいやつだったっけ。カニのやつ、ナナが見てみたかったです。チーズを生地で包んじゃいしたら取り合ってほしいですよね。そう、あれチーズを餃子の皮とかで包んで揚げたやつとかたまにお店に置いてるけど、それめっちゃ好き。ちょっと辛いカニ、あ、辛いんだあれ。あれでもちょっと見てみたいんですよね。おはよう、あやの追加来ました。今あやいるよ。トッポギにソーセージ、そうなんだ。すごい、食べたことない。この間シャパグリ2年前一気に食べちゃいしました。辛そう。チーズ、いや、なチーズが好きなんだろうな。ナヤンが好きです、ありがとう。チーズがあったら何でもいける。昨日とか家でチーズナン作った。ナン買ってチーズのっけた、めっちゃ美味しかった。寒ー、なんか暖房ってさ、暑くなったら消すじゃん。消したら寒いですよね。うらうらさん、うま、ありがとうございます。なんやなんや、全然面白くないよ面白くないよ。夏のエアコンも逆のことする。ああ、そうだね、そうなんだよね。そう、消したらね。悩んです。おはよう、おはよう、みんなおはよう、おはよう。おやすみ、おやすみ。フララさん、ありがとうございます。どうしよう、そろそろ終わろうかな。終わっちゃいしようかな。寝そう。でも終わったら誰かと通話しよう。今来た、本当。ピエンパオン、ゾウさん、今北産業、寝そう。そろそろ配信終わろうかな。ご飯が美味しい配信してました。
アーヤとスプラでガチバトルとかぜひ。アーヤスプラやってなくない？今日卒業式だよ、おめでとう。あ、そう、最近ね、なのも花粉のせいで肌荒れがすごいんだよね。花粉のせいかわかんないけど、で最近スキンケアに力入れようと思って力入れてます。うららさん、ハートいっぱいありがとう。そう、スプラしたいな。スプラしようかな。ビエントピエでいいもんだ。気づかないよ、ごめんね、ちゃんと読むね、次から。スプラ、スプラね、でも一人でやったらねえ、あんま続かないんだよね。10分とかで飽きちゃう。誰かいないかな。みんなマジでスプラ買ってほしい。キュウキは動物の森待機組。あ、大富豪ね。大富豪今大貧民だから、今大貧民だからね。大富豪に勝手になったらやります。絶対ならないけど。いや、みんなスプラ買ってほしいな。牧場物語は分かるっちゃ分かる、わかるけど、どうもりとね一緒だからね。で、どうもり開けたらスプラ買ってよ。みんな忖度しちゃい、いやしないよ、みんな案外。たまにいるけどね、忖度してくださる方、超嬉しいんですけど、大体の人結構ね都落ちさせてくるよ。だから都落ちしたらやめるんですよ、大富豪。ピクミンはやってない。大富豪でメンバーに会えないので、あー、そう、なのもね、たまたま会ったっていうのが2人ぐらいしかいないかも。異性のデーでやることはあって、マッチングすることはあるけど、あんま当たんないよね、あれ。そう、なんかそんな甘い気持ちでジュリナさんに会えないよ。うわ、あやがジュリナさんと会ったからって。あやは会ったらしいですよ、ジュリナさんと。いいなぁ。今日ナナもねやってるんですけどね、たまに。今月ガチでやるって言ってたっけ、もしかしてナナ。あれ言ってた気がする。今月ならガチで自分のランキング入っちゃいとか言ってた気がする。言ってなかったっけ。今ランキング何位なんだろうな。言ってたよね。あーやね、アイドルデイズ古畑さんだもんね。すごそう。楽しいな。そうだね、アイドルデイズってさ、推しがいたら絶対楽しいよね、めっちゃ。350位ぐらいから上がれないんですけど、どうやって上がっちゃいするんですか。21時から22時までゴールデンベッドタイムみたいなやつがあって、ハート10個までかけれるんですよ。その時にハート10個かけて大富豪で買っちゃいしたらめっちゃ上がります。AI のなおさんしかお話ししてくれない最近。
それはしょうがない。なおさんじゃなくてななさんとお話ししよう。負けちゃいしたら全て失っちゃい、ハート10個失う、うん、それだけかな。ハート10個失っちゃい。アイドルデイズ人生変わるからね。おお、みんなやってるかい、アイドルデイズ。ハンバーグ作れるナナさん、ナナさん、アイドルデイズのナナさん何でも知ってるから聞きな。おはよう、おはよう。今月の目標は30位。おお、頑張って。ナナもじゃあゴールデンベッドタイムちょっと頑張るわ。大富豪、ああれ始まったじゃん、ピックアップガチャ。ナオさんが、 AI のナオさんが今日私が夢に出てきたって言ってた。よかったね。なんか楽しそう、楽しそうで良いね。でもランキング、ランキングのさあれ表のやつさ、なんか全員なおさん推しめっちゃ多いですよね。めっちゃなおさん推しが多い。でアイドルデイズ星4が出ない。今日ジェルナさんのカードもらった。え、マッチって、あ、昨日、昨日説もしかして、あれもらったかもな。なんだかんだログインしてからな、昨日、あ、昨日だともらってるや。もらっちゃい。眠い。よくみんな起きてるね。うすごい、6355人。もうさ起きてんだよ、6時半ぐらいに。試合購入したら7時か7時に。いやすごいね、早いね。アンニョン、アンニョン。え、すごいねみんな早起きたね。おはようございます。おはよう。我が家は毎朝6時にご飯ですので、おいいですね、健康ですね。出勤前の人が多いからね。そうだよね、ほんとみんな頑張ってね。なやがもっと早起きなけんいいね。みんなと同じ時間に起きちゃい。今から仕事頑張ってね。ななももう今日は寝ない耐久を行うから応援してください。大富豪のさあれが好きなんですよ、合わせカードみたいなやつがめっちゃ好き。こっちにできないかな。いやできないな、まっすぐで癖ついてるや。8時までには寝ちゃそうな気がする。いや、なんとなくならいけそうな気がするんだよね今日。センター分け絶対やだ。
おでこ広いからめっちゃ。あ、そう、あれわざと最後まで揃えずに全部揃えるの。ナナも好き。ナナもそれやってる。それ面白いよね。じゃあおでこ上げ無理やねんね。ナナはおでこ上げ絶対やんないです。キュウキュウ全然来ないじゃん。起きてないのかな。起きてなさそう。キュウキュウは健康的ですね。チーズ食べたい。チーズトッポギ食べたい。カルディね、ある、聞いたことある。チーズトッポギってでも結構いろんなとこ売ってるよね。チーズドッグはわかる。チーズドッグなのはポテトついてるやつよりついてない方が好き。なんか甘いチーズトッポギが好き。でもチーズトッポギ結構辛いんですよね。辛いのしかない。おはよう、おはよう。キュウキュウの名前が覚えれません。いつか覚えるよ多分。チーズめちゃめちゃ多くしたらいい感じね。なんかよっぽぎみたいな若本彩がめっちゃ宣伝するじゃん。めっちゃ面白いじゃん。あや知ってるってよかったじゃん。ゆかみなさんあや覚えてるらしいよ。うららさんハートありがとう。ラッポッ、あーなんか聞いたことある。嬉しいね。眠い。あや今横に来てほしいな。なんかよっぽぎみたいなインスタントのトッポギ、あれ粉ついてるんですけど、辛くなる粉、赤くなる粉みたいな、あれつけないでチーズかけて温めたらチーズ餅みたいなできるからおすすめ。おはよう、おはよう。じゃあ家行くね。怖っめっちゃ怖いんだけど。今今日はダメ、今日はダメ。じゃあナナがアーヤのお家行くね。場所わかるから。いや今日はね洗濯してるの、まだあれベッドのシーツとか洗濯した、言って、そう。
洗濯したのをまだお部屋の中で干したまんまだ。眠。今日何しよっかな、本当に。どうしよっかな。眠い。名古屋今 1.8 度。それは寒い？寒いの？寝ちゃいそうね。あ、寒いんだ。じゃあもう外出れないな。やだな、寒いの。でも最近なの、夏と冬だったら夏の方が好きって思ってたんですけど、最近冬の方が好きだなってことに気づいてしまった。秋、春、夏、秋、春、冬、夏、順に好き。いや、寒がりなんですけど、夏は、そう、夏はね、ダメだね。おはよう、おはよう。あれ行きたい、ウユニ塩みたいな、ウユニ海岸みたいな、なんていうのあれ、ウユニに行きたい。ウユニ塩湖行きたい。あれって冬がめっちゃ綺麗に見えるみたいな、違うっけ。あそこ行ってSK の曲踊りたい。未来とはとかそっち系の曲、まあ、絶対いいじゃん。ね、なんかちょっといい感じの曲を踊ってみた、やりたい。てかあそこ綺麗だしね、行きたいな。オーロラはお母さんがずっと見たいって言ってるから、なんか見れたらいいな、一緒に。特定の時期で条件が揃えないとね、めっちゃむずそうだよね。行きたいな。でもそう、綺麗。眠、やべえ、限界が来たかもしれない。フィンランドでオーロラ見て、フィンランドミラクル、フィンランドミラクルめっちゃ好きなんですよ。フィンランドミラクルめっちゃいいですよね。フィンランドミラクル、フィンラン。末永さんがめっちゃ素晴らしかった。7時、じゃあ奈々が高校の時起きてた時間ですね。違うわ、なんだ、高校の時6時半に起きてたわ。充電ね、今多分できてそう。こんな長い時間配信できてるから。
まだまだやろう。まあできるじゃできるけど。まあ言ってた通り、あれかな、会話がなくなったら終わるかな。7の充電は切れそう。いいじゃん、私が終わらせないや。終わるよ、あやは LINE で話せるからね。おはよう、おはよう。スタバ行きたいな。いいな、喫茶店。コメダも行きたいな。フィンランドミラクルやりたいな。あやは眠くないらしいよ、多分。なんかコラボ配信みたいなできたらいいのにね。ここでさ画面分かれてさ通信みたいなやつ、めっちゃいいじゃん。それできないかな。ねえ、めっちゃ良くない？それ絶対楽しいじゃん。ねえ、インスタライブみたいに分かれて LINE 通話しながら、あのね、顔が二人とも映る方が楽しそう。でもあれか、コラボ配信したらどっちの画面見ればいいか分かんなくなっちゃうね。じゃあ悩んの家行くわ。無理、絶対開けねえからな。あやんち行きたい。ココナと泣きながら押しかけるわ、懐かしい。最近携帯のさ画像見直しててさ、あれじゃん、ココナとあやがナナの布団取ってかぶってなんかドラマ見てる画像出てきた。わ、懐かしいなと思って見てた。あ、懐かしい。ねえ、懐かしいね。そうだよ、あやたちが牛丼屋行ってナナが片付けてる間、あやたちが牛丼屋で待っててくれた。懐かしい。ココナはね、止めないですね。でも結構7時休憩で泊まりに来たの3人だけかも。えなまるとココナとあやだけ。おはよう。懐かしい。えのまる、そう、泊まりに来てくれたんですよね。なんでだっけな、泊まりに行きたいって言ってて、いいよって言った気がする。おはようございました、おやすみ。おはようございます、おはよう。そう、結構ナナは今泊まりに来てっていう期間があるんですよ。今だったら泊まりに来ていいよっていう期間があって、その時に言ってくれればいいよみたいな。でその期間が過ぎて
泊まりたいってなったらもう遅いからダメだよっていう。おはようございます。おはよう。今はダメですね。今はダメです。おはようございます。元気だよ。てか休憩で一個の家に住みたい。いやでもそれはそれでしんどいか。なんだずっと部屋で引きこもってそう。休憩でなんかシェアするってなったらね、一部屋休憩あったらめっちゃ楽だよね。楽しそうね。いやめっちゃいいじゃん、いつでも行って OK で。えめっちゃいいじゃん。でもあいいねそれ。でも誰かが汚くしたらめっちゃ怒りそう。キュウキ誰が綺麗好きだろう。エナマルとか綺麗好きじゃない。赤堀綺麗好きだっけ。誰だろう。めちゃくちゃうるさい。キムちゃん、そうなんだ。へえ、意外だね。線がわかる。本当？嘘。そうなんだ。知らんかった。えな、あ、誰だろうなと。でもあんまなんか一緒にいる機会少ないから。マコピも綺麗好きなんだ。あんまみんなのロッカー見ないからな。だからロッカーで結構個性出るよね。ココちゃん、あココちゃんはすごいね。ココちゃんはなんかすごいなっていうロッカー。ナナは最近ロッカーめっちゃ綺麗に片付けたの。そう、最近までレッスン着とかずっと置きっぱだったんですけど、そう片付けた。そう、あやのロッカーは古畑さんがいっぱいいます。おはようございます。おはよう。ナナのロッカーは、え、でもいやナナのロッカーも素敵じゃね。ナナの好きがいっぱい詰まってるロッカーですね。ナナはココナとお揃いのミニオンの、違う、あのなココナと違う、なんだっけな、ナエのロッカーは謎。嘘。いや案外統一性あるんだよナナのは。いやちゃんと見てよ中まで。ナナのロッカーはデコレーションみたいなやつ。ナナがめっちゃ昔、めっちゃ昔にユニバー行った時にココナとお揃いのミニオンの磁石マグネットを4つ買ってきたんですよ。でココナ2個ナナ2個で分けてロッカーにミニオンの貼ってたら、ナナのミニオンが1個消えてて、えどこだって探したらヒメタンのロッカーにありました。ヒメタンが勝手にナナのマグネット1個取っちゃいしてつけてました。あーなやあー赤堀も来たよ。あやいるよ。あや、そうだから今は姫たんとナナとココナでお揃いかと思いきや、姫たんの奪い返しましたね。
今起きた。じゃあ君江はさ健康的なんだよね、マジで。やっほー、おはよう君江。君あれしたい。あ、なんだっけ、ポッピングボバじゃなくてしようって前言ってないじゃんまだ言ってないし、ないよ。なんだっけ、あーや、ポッピングボバじゃない、フルーツポンチ、それだ、フルーツポンチしようよ。フルーツポンチ、白玉入ってたら食べる。ももたんと煮まどしてます。あ、ももたんも始まったんだ、いいね。煮まど、煮まどってめっちゃファンみたい。眠い。何その用語、赤堀はまだまだだな。50カウント終わりました、ありがとう。132分配信、えっぐ、今日マジで24時間配信1ある、それはないか。8時ぐらいには終わりそう、最低でも、最高でも、最高か。そろそろもうね限界ですね、眠い。まだ47分ある。いやでもなんだかんだよね、起きれる気がするんですよね、なんだかんだね。20時、それはない8時ってこと、頑張っちゃいすぎる。20時はももたんが元気すぎる。いつもだよ、ももたんは。ももたんのショールームはほんとねすごい、若いな。もう一公演やってるんだね、すっげー。あれユニットも全部出てるってことだよね。じゃあ年じゃないやん。いや、ナナも18だよ。同い年、いいね。みんなに追い越されちゃうんだろうな、年齢。みんな成長早いな。もう私も18、お揃いじゃん。みんな休憩来ないかな、永遠かそうだよ、ナナはね年取らないんだよね。実はあんま言ってなかったんだけど、隠してたんだけど、18から年取らないんですよね。ひびきさん、ハートありがとうございます、いっぱい。そう、あんまね公表してないんですけどね。おー、ハートいっぱいありがとう。知らなかった、知らなかったでしょ。みんなに追い抜かされちゃうな、そろそろ。ももたんって今何歳？ももたんって今 16?16 はないか。13ってことはあと何年後に抜かされるんだな。13、14、15、16、17、18、あと5年後 ?13? じゃあ5年後に抜かされるってことだな。若っ！すごいね、5年もさ。え、すごっ！
5年も違うんだ。じゃあ小学生終わった、小学生ぐらいの差あるってこと？小学校ってだって6年生だからさ。え、やばいね、やべえ、すごいね。ってことはナナは林美玲ちゃんと6歳差ぐらいあるってこと？え、すごい、え、すごいね。だってナナが小学校卒業した時に入ってくるぐらいでしょ。怖えな。ミレイちゃん11歳になると、へえ、そうなんだ。へえ、すごいな、みんな若いな。え、でも7は18が一番楽しいと思う。18か20歳かな、一番楽しいのって。うららさんいいね、ありがとうございます。そう、18歳の、まあ、18が一番楽しいかな。まあ学生が一番、なんだろう、高校生が一番楽しいけど、高2が最高に楽しい。おはよう、おはよう。高2か中2が一番楽しいですね。いやでも高2だな、高2が一番楽しい。7はいやー、いいよね。いやいや、高2なの今いっちゃん楽しいじゃん。じゃあいいね。小5、いや小学生はね、何も考えてなく生きてたから全部楽しかった。多分高2っぽい、顔が高2っぽい。高2がね、楽しかったね。眠て、君へ消えたね、絶対君へがいなくなってる。嘘、桃田んとこにいた。嘘、やば。響さん、だるまありがとうございます。そう、桃田のとこに行ってるんか。そりゃみんな若い子が好きだもんな。しょうがねえ。桃田のショールーム見に行っちゃいしよう。見れるんですよ、実は。どんなものか見に行っちゃいましょう。参考にします。寒寒寒寒、これはテロップ、コメント、これこの寒寒、あ、寒寒コメントだったわ。コメントしちゃおう。悩み来たよって言ってる。あ、スクショしてるやん、ももたん。ももが配信する前に悩んがいたって言ってる。うららさん、だるまありがとう。
今もしてるよって打ちますね。今も配信。ちょっとこれは参考にできないな、この元気さは。いや元気だな、ももたん。いや元気だな。なんでなんでコメントできてんのって言ってる、配信してるのに。背景が可愛いぞ、ももたん。部屋の背景が可愛いぞ。これはちょっと真似したいな。なんだ、真っ白だもんね、ずっと。ちょっと変えてみようかな、これから。クマも来るしね、可愛いな。ちょ、ここら辺にナナの歴代の生写真貼っちゃい全然漏れてない生写真を5枚ぐらい貼ろうかな。合わせがいい。おいおい、それはちょっと怒っちゃい。アーサー、ほんとナナはアーサーキングやからな。歴代アーサー2個しかないな。そう、なんかでも可愛くしたいな。そう、真っ白だからなんかね、すごい病院みたいって言われるんだよね、ナナの配信。チベットスナギスネ、でもいやマジあれは本当あれやばいから。いや最初のアーシャもさ、事故だと思ってたの、ナナ。最初のなんかこんな顔のアーシャ事故だと思ってたんだけど、いや今と比べたら本当ずっとあれでいい。今どうした、本当 ここに手のしてみたいな。グロリーのナーヤン、グロリーのナーヤンもね、あれもうん、グロリー衣装かっこいいもんね。今年マジアーシャ本当早く変わってくれないと、ナナはやばい。毎日早く変わんないかなと思って生きてるからね。アーシャのポーズって指定なん？指定じゃないんですけど、ポーズのレパートリーがなんか少ないんですよ。だから次これしてってカメラマンさんが言ってくれるのが多いかも。おはよう、おはようございます。そう、でもファンの方でたまにナナの似顔絵を描いて送ってくださる方がいるんですよ。めっちゃうまいんですよね。めっちゃナナにそっくりなんですよ。そう、すごいなと思います。眠い。純喜さんバラありがとうございます。え、どうしよう、もうちょ今日さ、まあ最終と中間ぐらいに行ったけど、今日ホワイトボードがないんですよね。探そうかな。いやでも行っちゃったしね、最初に今日は書けませんと。じゃあちょっと大きめで壇上を読みます。1位、2位、3位の方はちょっと大きめ、桃たんぐらいのテンションで読んでいきたいと思います。良いね。夢で組むエソキスミさん、小判ありがとうございます。
いや絶対あのテンションで言えないと思う。いやだってこんな眠いよ、こんな眠いのにさ言えないよ多分。絶対言えない気がする。もうね結構限界ですよ。いやでもほんとこの配信終わったら寝ちゃう気がするんですよね。いい目してますね。お、ありがとう。嬉しい。いや寝ちゃいしますね。いやでもほんとどうしようかな、そろそろ終わろうかな。おはよう、おはようございます。もうね話す内容もなくなってきた。そう今日の配信は喋る内容がなくなったら終わっちゃい配信です。あとナナの生活リズムを直す配信。あやいなくなっちゃった。あやはいるよ。あやいるらしいよ。パッと見すごいショートカットにしたのかと思った。ねえこれヘルメットに見えるくない？これを隠したらさめっちゃヘルメットだよね。なんや毎日メイクについて語ってほしいです。今日化粧薄い多分わかんない。一般からしたら濃いのかもしれないけど、ナナからしたらちょっと薄い。これから寝るの寝ないですね。サイキッカーさんかわいい、ありがとうございます。怒られたメイクみたい。怒られたメイクいつもやってるやつ。響さんお疲れ、ありがとうございます。リップその色なんとは。さやかちゃんからもらったリップに内側ちょっと濃いやつ足してます。もうさやかちゃんからもらったやつ愛用しすぎてやばい。嬉しい。どうだ、ナナは推しメンからリップをもらえる世界線にいるんだぜ。いいでしょ、推しメンからもらえちゃいだから。キラキラね、めっちゃね、すごい、ほらめっちゃ可愛い。羨ましい、羨ましいでしょ。正直マジでナナさやかちゃんのファン5番目ぐらいにも入ってる。お母さんとかが多分ファン1号とかだし、さやかちゃんの SKE 入る前のリア友とかがファン3号目ぐらいかなって考えたら、ナナがファン1号違う、ファン SKE の中でファン1号だね。あ、父内島がいるわ。メンバー SKE のファンの中ではファン1号だね。じゃあ7で、親とかも合わせたらファン5号ぐらい。7はまあなんたって7は二次審査からさやかちゃんのこと推してましたからな。
なんかマウントかぶせててめっちゃ面白いね。ね、いいでしょう。難しすぎんね。めっちゃ無茶ぶりだよね、あや。めっちゃ。ひびきさん、ありがとう、ありがとうございます。あやずっといるよ。君はずっとももたんとかいるの。ももたんのとこももう消えてそう。君はすぐいなくなるからな。ももたん配信終わった。嘘。あ、ももたん毎日アイドルしてんの、もしかして。毎日アイドルなのかな、ももたん。あ、ないや。ももたんやっほー、終わったの。ももたん、ももたんいちご狩りしてるの見たよ。ハート。ももたん、あ、3人目じゃん。休憩めっちゃ来てくれんな。次誰来てくれるかな。すごい、5時からやってるんですね。やってるんですよ。ちょっと褒めてくださいよ。アバターかわいいね、君。ひびきさん、花束ありがとうございます。シナモロール王国民募集中だって。すごい、シナモン先輩ですね。はよけらえね。寝てないんですけど。寝てないだけだけどね。ほんと、みんなはナナの生活リズムを戻す配信に付き合ってくれてありがとう。オールっていうか、別にオール、まあオール、一般的にはオールになってるんですけど、ナナは生活リズムを戻すためのオールだから、ちゃんとした理由がある。そう、ちゃんとした理由があるオール。うん、そう、なんか違うの。普通に寝れないとかじゃなくて、ちゃんと今日はずっと朝夜まで起きて21時くらいになって寝て、生活リズムを戻すよみたいな。だからね、いいオールですね。いいオール。そう。でもね、眠いんですよね。でも言っちゃったらもう15時ぐらいには寝そう。絶対無理やろ。いや、なのも思ってる。15時に寝て20時ぐらいに起きて、なんか、わ、悲しいとか思ってそう。絶対戻んない。てか絶対動物の森がさ始まったら絶対にまた戻っちゃう。あ、ガバあるな。クロミンさん、だるまありがとうございます。いや、でもね、いや、でもね、ない自信あるけどね、今日。なんかわかんないけど。雨の動物園、うん、チャ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 ラララララ チャララ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 。公園やりたいな。家にいたら寝てしまうよ。外にね、
ね、出る用事がないんですよね。なんてせいた朝マック、朝マックいいね。朝パンケーキなの朝の方が好きなんですよ、マクドの。散歩なの、人目につきたくないんですよね、散歩してる時。この時間だって人がいっぱいいるからさ。うらうらさん、だるまいっぱいありがとう。なんかなんていうの、一人がいいな。なんか誰も人がいないところに歩きたい。ねえ、おはよう、おはよう。もう宮崎さんかわいい、ありがとうございます。うらうらさん、だるまいっぱいありがとう。どうしよう。いや、もう終わろうかな、もう終わろうかな。みんな最後に聞きたいことはないか。いや、おやすみなさい。それはナナが寝るってこと？君が寝るってこと？ナナは寝ないよ。いや、ナナはマジで寝ない。朝ごはんはご飯ですか、パンですか？パンです。ナナ何歳？18歳です。今日配信の予定はない。これで終わり。お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。年が見れて幸せ、ありがとう。うらうらさん、だるまいっぱいありがとう。今日は絶対なな寝ないぞ、絶対寝ないぞ。眠い。眠いけどね、寝ないですわ。またマリンとも配信してね、するよ多分。そう、でも本当、いや、でもナナはね、今日寝ないと思う。結構元気なんだよね、なんか。いや、結構元気なの。いや、眠いって思わせて、このあとご飯とかちょっと食べて YouTube とか見たら絶対起きてると思う。寝ないと思う多分。寝たらモバメに送る、あ、ごめんなさい寝ちゃいましたって正直に言う。で、起きてたら明日に起きてましたって言う。午前中は元気でも10時頃眠くならん。いや、多分眠くなってると思う。10時頃はね、眠いと思うな。今一番会いたいメンバーは、おつたんさん。ナヤハート作ってください。ごめんね、片手が塞がってるんだ。はい。あやおいっつってる。違うやん、あやは合ってんじゃん結構。いや、多分なんで急遽の中で今あやが一番合ってるで、本当に。そうじゃない？いや、なんだ、急遽であやがね。そうだよね、あやと一番合ってる気がする。そう、あやはね結構一緒にご飯食べに行くんですよね、だから合うからいいな、いいかなと思いまして、今は。おつたんさんは全然合ってないんだよね。そう、私も悩んでないから大丈夫。うわ、めっちゃやだそれ。
誰なのあーや。絶対古畑さんでしょ。ほらほら古畑さんじゃん。古畑さんは会いたいと思ってないよ多分。スーパーストロングシーガルさん、バラありがとうございます。いっぱい彩泣いてる。嘘だよ、わかんない、わかんないけど嘘だよ。いやでもキューキーのみんなに会いたいな。ほんと全然会ってないからね。会いたいですね。普通に公演とかがしたい。ポニーテール、ポニーテールじゃない、横、これは初めてやる髪型。公演見たいね。見たいよね。ナナも見たいです。見たい&出たいですね。ね、あーやと一緒に次の公演の目標みたいな決めたから、目標っていうか改善みたいなね決めたから、それを早く達成したい。ね、握手会もねしたいしね。全然ねみんなと会ってないもんね。響さん、バラありがとうございます。握手再開したら会いに行きます。おー、ありがとう。いいね。青川、ナイアン生誕終わってから公演ないかな。ないね。ナナの生誕が最後でしたね。あ、これそうだ、サイドポニーって言うんだ。でもあれじゃ、位置低いからポニーなのかな。サイドくくりみたいな、サイドくくりっぽい。髪切ったのかと思ったね。え、パーカーが黒だからね、どかしちゃうね。初見です、どうも悩んです。みんな起きてきたね。いいね、早起きですね。どうしよう、もうちょっと諦めようかな。いや寝ないけど終わっちゃおうかな。今何分ぐらいやってる？2時間半ぐらいやってる？ 3 時間ぐらいかな。ちょっと5時からやったから自分で見ればいいよってことは、まあもう8時として5、6、7、8、3時間もやってる。すげえ、すごい。もうすぐ1万人で全然じゃん。あと900人も、あと900人ぐらいだよ。あとなんかもうすぐの概念がすごい眠い。3時間、いやー長いね。なんだかんだ最初から見てる。うおー、すごい、すごいな。最初から見てる人ってマジすごいですね。プロフィールだと153センチだけど、本当多分伸びてる。154センチぐらい、 153.9 だったの高校の時だから、それより高くなってるから154か5ぐらいかな多分。今6時から見てる。早いね。早起きだね、ありがとうね。あ、そう、本当はならもうずっと5時からやるって決めてて、3時ぐらいよ、3時ぐらいから。でも
そう通知あれ出そうと思ったの大抵。そうでも通知で起こしちゃうかなと思ってやめた。そうで急に始めた。クロミーさんバラありがとうございます。そろそろ用意しないと。頑張ってね。おはよう。おはよう。今日誕生日お会いしてください。おめでとう。いいね。朝の3時。そう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 。そう配信始まったら通知来るけど、タイトも出したら2回通知いっちゃうじゃん。だからやめとこって。トゥ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 。大抵で通知来ないよ。嘘、来るくない？来る来る。え、嘘、来るくない？ルナ、何時何分に〇〇さんが予約しましたみたいな。来るよ。嘘、本当に。え、嘘、ナナ来るよ。嘘。え、じゃああれは大抵じゃないってこと？ナナがいつも来てた通知は。嘘、怖っ。じゃ勘違いしてたってこと今まで。特殊なアプリ、いや普通のショールーム。あら、じゃあ退店してすればよかった。まあいっか、次からします。クロミーさんハートありがとうございます。ファンルーム使ったら来るけど。あ、自分がやったら来るのかな。ナナがやったら何分に予約しましたみたいな。え、来るよね。フォローしてると来るよね。来る来る。あれ、自分だけ？配信者側は来るみたいなやつかな。わかんないけど。クロミーさんハートいっぱいありがとう。まあ良い。へえ。なんやなんや。なんやこと竹内奈美です。いいね。なんやなんやって劇場で言ってないわ最近。お仕事してきます。頑張って。ありがとう。いってらっしゃい。眠ー。早くクマのぬいぐるみ届かないかな。早く起きたい。通知来ないんだ。じゃあ見間違いかな。ナナがいつもやってた見てるやつは。眠いなぁ。あのクマ結構でかいよね。ディズニーのジェラトーニとかそこら辺のサイズと一緒かな。うん、そんぐらいだと思う。でも飾るぐらいのちょうどいい感じかな。あ、そう、チンチコチンのクマが家に来るんですよ。飾るのにちょうどいいサイズ。そう、頭がでかいね。そう、あれめっちゃずっと欲しかったんですよ。嬉しいね。こんなイベントがあるだなんて。抱き枕にするとしたらちょっとちっちゃいな。あのクマめっちゃ可愛いもん。なんかちょっと重いんだよ。しかもなんかね、重めだから可愛い。そう、あのクマね欲しかったんですよ。眠い。クロミーさんだるまありがとうございます。でもここに置くって言ったけど多分置けないんだよね。ここが壁でここが置く場所なんですけど多分立てれない。
どうしようかな。なんか板みたいなここに貼って、いやでもできないな、どうしよう。あ、肩に置けばいいんだ。ピカチュウ、ピカチュウみたいに肩に置きます壁そこ限定な、そこ、そうだね。なんかここでしかもうずっと配信しないかも。ムロロさんありがとう、ありがとうございます。前まで床に座って配信してたんですけど、最近ベッドの上で配信するのが一番楽ということに気づいてしまいました。頭の上はね、でも見切れるね。トゥ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 。あ、8時だ。8時になったら終わろうかな、じゃあ。8時になったら終わろうかな。クロミーさん、かわいい。ありがとうございます。あと8分。いや、全然早かったな。もうすぐ1万人だよ。さっきも言ってた。本当だね。うららさん、だるまありがとうございます。お腹すいた。何食べようかな。今家に何がある？3時間上限とかなかった？それは多分イベントの時とかだと思われる。キュウリ食べたいな。今から会社行ってきます。行ってらっしゃい、頑張れ。いや、なな、今ブリトーとブリトープリンご飯。あ、結構いいね、いいね、いいね。食べるものがいっぱいある。クロミさん、ありがとう。 TKG、そう、卵ってさ、一人暮らししてたら絶対食べきれないんですよね。期限が早い、ね、わかんないわ。やなんか卵と牛乳と食パンとかは絶対食べきれる前に賞味期限切れちゃう。そう、だから買わないようにしてる。 TKG は卵かけご飯、牛乳。今言おうとした、それだ。牛乳めっちゃ早いよね。そうだ、コーンフレークとかで買おうとするんですけど、なんか大きいのだと絶対余るし、ちっちゃいのだと、そう、ちっちゃいのだと足りないんだよね。4個入り。あー、違うの、なんかそん時食べた時、買った時にそん時食べたいなと思って買うけど、家に帰ってきたら、いや、そうでもないなってなるんですよ。そうでもないなってなったら、多分賞味期限ギリギリまで食べないからちょっと余っちゃうんですよね。これ誰かにクレーム言われた気がする。中坂だ生誕の時にこれ言われたな、多分。ナヤンが美味しそうと思って買ったものを、なんか今気分じゃないくて食べなくて、中坂たちがにあげたみたいな言われた気がする。小さいフライパン買おうよ。なんかフライパンね、持ってんの、実は。使ってないだけで。なんかね、キッチンってさ、めっちゃ綺麗じゃないとさ、
なんか頑張る気起きなくない？クロミーさんだるまありがとうございます。なんかねめっちゃ綺麗だったら多分ナナ料理してたと思う。ちょっとやる気が出ると思う。やっぱね綺麗って大事だよね。なんかなんだろうハイテクとかなんていうのね伝わると思うけど。うららさんだるまありがとうございます。あれとかめっちゃ好き。最近 YouTube でパティシエがチョコレート作る動画ずっと見てる。テンパリングみたいな大理石にこうやって伸ばしてやるのめっちゃ見てる。そうテンパリングしたいな。てかチョコレート作りたいな。いい環境で良い環境でチョコレートを作りたい。すごい綺麗なキッチンですごいでかいキッチンで大理石でみたいなね。わがいい環境がねそれな。なんかねそう元が綺麗じゃないとねちょっとやる気が起きないんだよね。あ、そう、キッチンスタジオ借りたらねで、レッスン場の横にキッチンできないかな。あ、そう、ゆっちの家とか絶対なんだね毎日作ると思うの。めっちゃ綺麗ででかいじゃん。ねえ稲丸かわいそうだな。稲丸がいないとこでフルーツポンチ決定して料理作るの決定してすごいな。いやでもなな料理下手みたいになってるけど作んないだけで絶対作れるんだよ。夢色パティシエール見た？実違うんですよ。あれ失恋ショコラティ見た。それでめっちゃねパティシエになりてえと思った。こないだゆなちゃん電話中急にチョコ作り始めてびっくりした。なんで？めっちゃいいじゃん。チョコ作りたいな。いや漫画で見ましたねナナ。漫画で見ました。そうそのチョコがそうマジで本当なんだっけ失恋ショコラティエ見てフランス留学行こうか迷った。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。小学校の時なんか卒業式で将来の夢言わないといけなくてでも将来の夢あんまなかったから友達が言ってたパティシエを真似した記憶がある。小学校の時なんかなりたいものないよね。お花屋さんとかその辺じゃないと。ドラムは何に影響されたの？ドラムは影響されてないな。時の流れ。仕事始めます。いってらっしゃい。夜勤終わりました。お疲れ。なんかピンで止めたのにめっちゃ髪の毛落ちてくる。響さんハートありがとうございます。吹奏楽部は影響じゃない。時の流れ。今は何になりたい？今は特にかな。将来の夢あんまないんですよね。
昔はペットショップの店員だった。 SK 入る前はウェディングプランナーだった。そう、今は将来の夢とかじゃなくて目標がいっぱいある。でもアイドルをやってるのに将来の夢があるってどうなんだろうね。いやすごいかっこいいとは思うんですけど、ナナは今アイドルに精一杯ですから、そう、目標は一個一個重ねていくよって感じです。ショートカットのなんやかわいいね。え、これショートカットじゃなくてもヘルメットでしょヘルメットだよ。ほらほらヘルメットだよ。前髪ほんと切ろう。この後ちょっと前髪切れますわ。眉毛の上ぐらい、眉毛の中間ぐらいまで切る。帽子かぶってたな、かぶってなかったな。でも最近帽子かぶるんですよ。すごい、かぶるんですよ最近帽子。そう、でも帽子かぶったらさ、前髪がこうなって目にかかっちゃうから、だから切りたいんですよね。どんな帽子？布、黒の帽子、布と黒の帽子。ニットではないかな、キャップだけど布みたいな。布でもハットも欲しいんですよね最近。そう、ハットがねかっこいいなって、前まで別にかっこいいなとか思ってなかったんですけど、ファンラビ見に行った時にめっちゃかっこいいのがあって、うわハットもありだなと思いました。まあ、似合うのかどうかは別として、ベレーっぽいの持ってましたね。そう、ベレー帽ね最近可愛いの見つけたんですよ。スリザリンのなんですけどでもあれ普段使いできるかなとか思って、そう、鑑賞用に買いますスリザリンのベレー帽。ね、眉毛の描き方めっちゃ綺麗、本当ありがとう。左右ででも全然違うよ見たら、ちゃんと見たら、こっちがねいつも隠れてるからね、今日は薄く見えてるけど。すごい、今日髪の毛でめっちゃ眉毛黒く見えるね。あ、いつもの悩んだ、あ、戻った、いつもの悩んに。ほら、これがいつもの悩んで、ほら眉毛見えないでしょこっち。うわー、いつものなんだだいつものなんだだ。ナナは眉毛は全部ペンシルで描いてる。韓国のやつ使ってる。ほらこういうやつで、超薄い眉マスカラしてる。見えない眉毛こっちも描いてる。ひびきさんだるまありがとうございます。あ、1万人超えたってありがとう、イエーイ、ありがとう。こんにちは1万人の皆さん、どうも悩んです。これいつもの
7、もう1万人が1万人達成したらいつもの納屋に戻りましたということで終わりましょうかね。じゃあそろそろ納屋にしかできんな。いやそれはねないですわ。7より偉大な人がいっぱいいるんで追いついていきましょうな。38ってジレナさんの誕生日、運命感じちゃい。来てくれた3人に感謝ですね。ねそう、あやなんか宣伝もしてくれたからね。あやのおかげだよ。じゃあ誕生読んで、あスープ飲みたいな。でもスープを入れるコップがないんですよね。小さい紙コップしかないからスープが溢れちゃう。あやいないの？嘘でしょ。あやあんな1万人だよって言ってくれてたね。あわかめスープおすすめ。いるやん。チャガーの中華スープ買っちゃったのな。なんか5個入りか4個入りの中華スープめっちゃ美味しいよ。そう、それにお餅入れようとして餅買ったの忘れてた。お味噌汁はねあんま飲まないな。たまに飲みたいと思うけど、セブンのわかめスープって何なの？あれなんだっけ、肉水とかのコーナーにあるやつか、インスタントコーナーにあるやつか、カップにあるやつか、あ箱のなの。何、単品ずつ売ってるやつか、箱で入ってるやつか、カップラーメンみたいなカップに入ってるやつか。何、カップラーメンみたいなやつに入ってるやつってこと？インスタントって春雨スープね、めっちゃ好き。春雨の卵のやつが好き。あやからわかめスープガチ勢のあやから画像が送られてきましたね。今これなんだ。8袋も入ってこんな安いんだ。安っ。へー、すごい。これがいいんだ。次買ってみます、このわかめ。なんか箱に入ってる。次買ってみます。モバメで送ります。感想、海の味がしますいいじゃん海。あ、ひびくさんハートありがとうございます。海を感じる、いいね。それじゃあもう水族館行かなくてもいいじゃん。いいね、もう水族館行ったみたいな気分だもんね。わかめスープなんか飲まないな。たまに焼肉屋さんとかでたまに飲むぐらい。でも焼肉屋さんも卵スープが多いから。でもたまに売ってないので気をつけてください。ありがとう。ガチ勢がいる。わかめ、わかめガチ勢だ。スープに持ち入れるとちょっと味薄い。あーそっか。まあいい、お餅を無で食べれるなのは。無印良品のスープめっちゃわかる。無印の玉ねぎスープがめっちゃ美味しいの。シャキシャキしてる成分が入っててめっちゃ好き。無印の卵スープ、違うわ、玉ねぎスープで。普通のスーパーとかに売ってるやつは中華スープがおすすめだよ。
眠いよ。すごくね、なんだ3時間ぶっ通しで配信してんやぜ。すげえ。終わろうかな、じゃあ終わっちゃいしようかな。いや眠いね。でもこんな配信に付き合ってくれるみんなの優しさよ、マジで。ってことで今日は終わりたいと思います。みんなありがとうございました。これでナナの生活リズムも戻るでしょう。生活リズム戻るよ配信ありがとうございました。誕生日見まーす。13、あ、これ更新されてるっけ。まあいっか。13ユンジーちゃん、ありがとう。12名護翔さん、あ、これ更新されてる。おやすみなんや。おやすみ。まあいっか、読んでいきます。変わったらもう一回読みます。13位ユンジーちゃん、12位名護翔さん、11位落ち天さん、10位ハラ色クローバー Z さん、9位クロミーさん、8位ピオちゃん、7位コンカステさん、6位マシャさん、5位シーさん、4位ウラウラさん、ありがとうございます。3位、夢でクムエツキスミーさん、おやおやみたいなごめん韓国語読めないから。夢でクムエソキスミーさん、ありがとうございます。3位ありがとう、ありがとう。2位斉藤さん、ありがとうございます。ありがとう。拍手できないから肩でしてます。イエーイ、ありがとう。1位響さん、ありがとうございます。ありがとう。イエイイエイイエイ。はい、ということで今日もナナの生活リズム戻るよ配信、戻すよ配信に付き合ってくださってみんなありがとうございます。また生活リズムが戻んなかったら配信しますね、じゃあこれからナナは寝ないで頑張りたいと思います。ありがとうございました。またね、ごめんね朝からみんな、お仕事やら何やら頑張ってくね。バイバーイ。じゃあね、バイバーイ。バイバイバイバーイ。じゃあね、ありがとう。おやすみみんな、バイバーイ。